日常に潜むエンタメニュースゆるためじゃんこの番組はケリーが日常に潜むエンターテイメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です Apple Podcast Amazon Music Spotify YouTube などで放送しています説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます最後までごゆっくりお聞きください今回のトピックは Web3.0 の新ブラウザブレイブを1ヶ月使うと暗号通貨バットは何ドル分もらえるのかという内容でお送りしたいと思いますいつもとちょっと変わった感じのトピックなんですが結論から言うと1ヶ月なら約1ドル分ぐらいはいけるんじゃないかなというところが私調べで出ておりますまずねブレイブが何だっていうことになってるんですけど アートワークのライオンの絵見たことあるでしょうか、まあ、簡単に言うと新しいブラウザなんですけれども Google、Chrome だったり Safari だったり Firefox、Microsoft Edge とかいろいろあると思うんですけど、まあ、それの新しいやつが Brave というねブラウザになっていますで私がこれを初めて知ったのはもしかしたらネットニュースだったかもしれないんですけど実際にね使っている 場面を見たのはたまたま会議室のブラウザがこれ何なんだろうなーって思っててその時は全然ブラウザだともよく思ってなかったんですけどよく分かってなかったんですけどまあ機能的にはブラウザだなーと思ってなんとなく見ていて、えー、改めて多分家に帰って調べたのかたまたま目に多分 Twitter かなんかで。 ニュース記事を目にして調べて使い始めたかな。もしくはなんかのポッドキャストで何かを聞いて触発されて検索したような気がするんですけどちょっと思い出せないです。はい。そしてこのブレイブがこれまでのブラウザーと何が違うかっていうと広告をデフォルトでブロックプライバシーを保護ブックマークや 拡張機能、保存してあるパスワードも素早く変更できる。独立した検索、ページの読み込みが早くバッテリーの充電やデータの節約になるといったような内容が公式ページにも記載されています。また Web2.0、3.0なんて聞きますが、2.0は、まあ、企業、例えば Google Chrome だったら、Alphabet っていう会社にね、まあ、個人情報を預けたりして、 いるんですが web 3.0は、まあ、個人で情報を管理するっていうところが大きく違うっていうところですね個人でっていうのはどういうことかっていうと暗号通貨とかで出てくるブロックチェーンとかそっちの話になってくるんですねちょっとあんまり詳しく言うと複雑になってきますし私も全てを把握してるっていうわけではないのでざっくり話していきますね で、このブレイブはウは Web3.0 と言われるタイプの新しいブラウザーになってます。まあ、詳しく知りたいなって思った方はぜひね、各々調べていただければと思います。で、私がこのブレイブをダウンロードしたのが3月10日ごろのようです、えー。ブレイブのね、プロパティを調べたら3月10日の21時36分23秒が、さあの、 デスクトップのねショートカット作成日時だったので多分そのぐらいの時間帯なのかなと思ってますそして3月10日から3月31日っていうかまあ今4月8日なのでそこまで使ってまあ約1ヶ月はまあ3月分のみの実質21日分で計算しておりますでブレイブをがっつり使い切ると月に1ドルは手に 入れられそうかなっていうふうに思ってます。実質二十一日でえっ、ー、と零点八三八バット、うん、U.S. ドルとほぼニアリーイコールだと思っていただくと、まあ一日あたり零点零三九バットもらえそうなので、ええー、実績があったので、それ割る二十一日かける三十一日で一点二三七バット。 っってていいいうううことででで、まあ、ほぼ、えー、1ドルは入手できるんじじゃないかなっていうようなかよ感じですただここはね人によってえー、閲覧状況が違いますのでインターネットのこれはなんか人によってねどうなるのかっていうところは誰か調べている人がいるのか分かりませんがまあなんだろうなブレイブがいつからあったのかはわかそこまで調べてないんですけど まあそういうういいいい記事を出してるる人もいるんじゃないかなかというふうには思いますこの暗号通貨バットをもらってどうすんのかって言われると特にどうもしません <laughs> 新しいブラウザーレイブのメリットデメリットをご紹介していきたいと思いますまず PC を使って YouTube を見ると暗号通貨バットがガンガンたまるかなっていうふうに思います YouTube プレミアムのような国家 広告レスの心地よさっていうのがあるかなと思いますね。まあ試しにブレイブで YouTube ゆるためちゃんアカウントとかぜひ見てみてください。冒頭には広告がもしかしたら入っているのかもしれないですけど、基本的にはゆるためちゃんって今広告ついてないアカウントなんで、もしかしたら意味ないかもしれないですけど、まあせっかく見に行ったらね、ぜひフォローだけでもしていて、していただけると嬉しいです。フォローかね、まあどれか画像、動画見ていただけると嬉しいです。 その後ね、好きなの見てもらって、まあ他の動画でね、ぜひね、広告なしの感動を味わってほしいなと思います。私も一時プレミアム会員なってたことあるんですけど、マジで快適。あの、プレミアム会員かつ、テレビで YouTube 見れるような場合だと、本当に何のストレスもなく見れます。はい。で、デメリット。検索すると、 明らかにより情報が少ないこれ冒頭のね概要でご紹介した独立した検索っていうのでおそらく広告が多いアフィリエイトサイトみたいなのは除外されているのかもしれないですねそう思うと意外と欲しい情報が出てこなかったりとかすることがあります本当に 日本語で検索してるのに英語のサイトしか出てこないとかありますからね。あとは、ブレイブに対応してないソフトがあるっていうところですね。これはですね、私が最近あの、ノリでライブ配信を始めたんですけれども、OBS というソフトを使っていて、まあそこにね、拡張機能というか、まあオプションで、えっ、ー、と、まあ個人で開発されているソフトとかを入れようとしたら、 ブレイブが新しいブラウザなので対応してないとかっていう時があります。で、そうすると、後々の、えー、デメリットにも出てくるんですけど、用途に応じてブラウザを使い分けるのがめんどくさくなってきます。あとは、例えば結構気に入ったサイトをよくブックマークする人だったら、ブレイブにはブックマークしてたけど、 Google に入ってないとか Google に入れたけどブレイブに入ってないとかもしかしたら一括で同期できるシステムがあるのかもしれないですけどあの最初にねブレイブを立ち上げセットアップした時はあ瞬殺で私の場合 Google からブレイブに本当に何もしてないなんか Google 使ってますよみたいな Google アカウントこれですよぐらいの設定しかしてないのに全部丸コピーで入ったのでそういうのはすごい良かったんですけど検索した時に出て あまり情報が出てこず、Google で検索して、Google に保存しといて、Brave で見ようと思ったら、Google のブラウザーから URL をコピーして、Brave で開き直して保存するとか、ちょっとめんどくさい感じになっているので、そこがもっと欲しい情報出てくるようになったら、Brave 最強なんじゃないかなと思います。そして、こちらの、えー、デメリットとしては、 スマートフォンと PC のバットが連動してないっていうところでどういうことかっていうとスマホでは今のところ収益化が不可みたいですなんかパソコンとスマホのバットが一致しないなと思って見てたんですけど調べていたらスマホではなんか対応まだしてないみたいでいやスマホでさ見れてたらさ多分めちゃくちゃ溜まる人とかいると思うんだよね <laughs> それで小銭稼ぎちょっとできるよねっていう ことですでこのバットを換金するのがなんかちょっと前まではできなかったみたいでなんかバットポイントっていうのに変わってたらしいんですけど今はビットフライヤーっていうね暗号通貨の口座で、えー、受け取り現金として受け取りが可能になったみたいです。で私の場合はたまたまビットフライヤーの口座持っていたのですぐ連携できて。 えー、3月末にはあの8日後ぐらいにね送金されるみたいなので今日ね、えー、よ送金されるみたいなんですけどまだ準備中というような表示がまだ送金中ですと「少々お待ちください」っていう風な表記になってますでちなみにビットフライヤーって何っていう方のために簡単に説明すると暗号通貨の銀行のようなもので 暗号通貨の業界では結構個人の守備が基本になっているみたいなのであの口座よりオレットと呼ばれる個人で持っている財布の方が防御力が高いっていう特徴がありますちなみに私はオレット持ってないんであんまり詳細はわかんないんですけどその方が防御力が高いですなんでそんな防御力をポイントで言うのかっていうと 暗号通貨って情報、その暗、なんだろう、口座の情報が漏れたりとか、ハッキングされたりすると、あの、一生他の人にお金持っていかれるらしいんですよ。なんかそういう説明が本当に出てくるんですね。口座とか、なんかその暗号通貨関連のね、ことを調べていたりとかすると。なので、えー、っと、例えば <laughs>、 なくっっててもいいい額ぐらいでやってみるとか、そういうことにしないとまあ送り人とかっていう人たちもいたと思うんですけどあのちゃんととガードをしししっっかりしましょううていうことですね。でまあ、自分で取り返せるんだったら問題ないと思うんですけど「ハッキングの能力ありますか?」とか「ネットの海は広いですよ」と「日本だけじゃないし海外のね人がハッキングしてる可能性もありますよ」っていうことでそこは気をつけましょうと。 でちなみに私がこのビットフライヤーの口座をなぜ持っていたかっていうとなんかいろいろ調べていたら楽天市場で買い物をする時にポイ活のような感じでねビットフライヤーを経由すると0.6%相当のビットコインが貯まるらしくて楽天アプリ経由だとプラス0.5%分のポイントがつくんですけどあプラス0.1%多いしビットコイン 欲しいし、あ、じゃあ、やってみようと思って、ビットフライヤーを、講座、解説手続きをしました。なので、直接購入はしたことないんですよね。なんか、知り合いは購入したりしている人とかもいたし、あのよく分かってない人に、ビットコイン買うんだ、買うっていうか、やるんだって言ったら、全力で止められたりしたし、 結構あの自分の理解力とかあのポイントを抑えてないとなんか悲惨なことになりそうなのでよく各自でね調べていただくのがいいかなと思いますちなみにもし気になった方いらっしゃいましたらあのビットフライヤー紹介招待 URL があったのでぜひ活用していただけるといいんじゃないかなと思いますいきなり1000円分のビットコインもらえるみたいですい私も ぶっちゃけ4000円分ぐらいしか入ってないので1000円分ってかなり大きいかなと思いますまあもし興味があれば使ってみてくださいちなみに現在の紹介プログラムはアプリからのアカウント作成のみ対象みたいなのでまあアカウントだけ作って PC で見る方が個人的には見やすいかなと思いますがまあ興味があればノートに URL 貼っているので是非チェックしてみてくださいというわけでまとめ1ヶ月で 1> 約1ドル分は暗号通貨バットがたまりそう YouTube の威力がすごかったです二つ目 PC で YouTube を見ているヘビーユーザーにはおすすめ PC の YouTube は快適だけどあ、スマホは OK ねスマホは OK だけどアプリは非対応ですスマホのブラウザーは大丈夫だけどアプリは非対応です なのでアプリだけ広告が表示されるっていうちょっとめんどくさいっていうかその表示されないのに慣れちゃうとイラッとするかもしれないですそして3つ目元手なしで暗号通貨体験をできるまあその暗号通貨バットが価値が上がる可能性だったりとかに期待したりもらえるものはもらっておきたいっていう人はやってみてもいいかもしれないです ちなみに本人確認などあるので、えー、口座開設時は年齢制限とかもあると思います。多分18歳とか20歳ぐらいだと思うんですけど、まあそのぐらいの年齢の方がもし聞いていたら、ちゃんと調べてくださいね。多分そのぐらいの年齢だともしかしたら親御さんのね証人とかもいるかもしれないです。で最後に4つ目、暗号通貨を別コインに交換,換金すると税金がかかってきます。 最大55%ぐらい取られるみたいなので詳しくは国税庁のサイトを見てください。えー、ビットコインね送り人とかになって税金納めてなくて換金してから使っちゃって払えなくなる人とかもいるみたいだしあの一時ピークになっててあのビットコインのね価値が一瞬谷に下がってきて。 なんだろう確定するなんかその差分で払えなくなっている人とかもいるらしいので本当に個人の守備が守備が問われるので、えー、もしこのバットまで利用するっていう方はあの是非ね自己責任でやってみてください。とりあえずパソコンで YouTube を一回ブレイブで見てみたいなっていう方はまあそんな気にすることはないと思いますので一回ブレイブを。 インストールダウンロードして YouTube なんか見てもらうと他のブラウザーやアプリにはちょっと戻りがたくなってきますが検索とかはねやっぱり Google とかの方が優秀かなと思いますし情報網が広いのでそこがねあのブレイブがどのぐらいのタイミングで追いついてくるかっていうのがこのブレイブが普及してくる何だろう転換期になるんじゃないかなと思います。 はい。というわけで、ブレイブ、ぜひ皆さんも使ってみてください。この番組は毎週末1回配信でお届けしております。イレギュラー配信の場合はランダムとなっております。ツイッターでも配信情報などお知らせしておりますが、お聞きのアプリで番組をフォローすると最速で通知が届きます。ツイッターは番組の裏話や気になるイベント情報も投稿しているので、興味があればぜひフォローやシェアで応援よろしくお願いいたします。 番組のレビューは Apple Podcast、Spotify、YouTube で受付中です。評価をいただけるとモチベーションが上がるので、ぜひぜひお待ちしております。番組の感想、リクエストも募集しております。Twitter のハッシュタグ、シャープゆるためちゃんでツイートいただくか、YouTube などでコメントいただけると嬉しいです。感想やリクエストを書き込んで、ぜひ番組へご参加ください。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。Don't w a s t e you time.